う、顔怖っ。何？どうしようもないことだけど、悪くは思ってなかったクラスメイトと。男が好きだから子供は諦めてね。ミヤノ、お久しぶりです。マサト、兄、後輩。ああ、こんにちは。友達と遊ぶ予定は入れようとしてたでしょ。外では気をつけてって。ごめん。親のパシリでクリスマス用品を買いに来たんだ。あの、忘れることが冬休みの宿題だ。です。俺忘れっぽいです。マサトの恋人？え、違うから。だってマサト楽しそうじゃん。ちょっと、そうやって何でも恋愛につなげる考え方嫌いだ。ごめん。ごめんな、変な空気で。半沢先輩も弟だったんですね。どういう意味かな、ミヤノ。頭ダメです。ミヤノはただでさえ撫でやすい位置に頭があるんだから。単に誰にでも頭触らせちゃ。あ、そろそろ行きます。それじゃあ。行った。お、さっきはごめんね。マサトが楽しそうなの久しぶりだったから。マサトはあの子が好きとかじゃないんだ。怒るよ。これで買うもの全部。お、チキン。もし言い出しにくいなら俺から親に。俺が男を好きだと勘違いしてる？対象は女性だよ。俺もきつく言ってごめん。俺男が好きだから子供は諦めてね。俺も俺も多分。え、マサトは女の子の方が。イエーイ、理解ある。じゃあ孫はマサトが作ってくれるから。さんの恋愛を悪いとは思ってないから。マー君の兄貴でよかったよ。不安ばかりじゃないみたいだよ。あの時は驚いたけど、一緒にいる時いつも楽しそうだった。二人が幸せそうだったから。